Okay.
のステージを見ていただき本当にありがとうございます。イエーイ。まずは自己紹介をさせてください。はい、2期生いちかです。お願いします。はい、同じく2期生のさとです。お願いします。はい、1期生副キャプテンのさくりです。よろしくお願いします。さくり。2期生のコンです。よろしくお願いします。1期生キャプテンのまゆかです。よろしくお願いします。まゆか水分補給した人はどうぞ。はい、先日ユニドル2024サマー関東予選行われまして、恋のモノポリは2位で予選突破することができました。結果を残すことができました。本当に本当にありがとうございました。どうでした、予選はどうでしたか？予選は本当にずっと楽しくて、このメンバーが練習していくうちにどんどん大好きになって、本当このメンバーで決勝という結果を出せて本当に本当に嬉しかったです。この5人で踊るのは今日のこのステージが最後になるんですけど、恋のモノポリ、なんで決勝の方でも応援ぜひよろしくお願いいたします。それでは次の曲に入っていくんですけど、ちょっと私たち衣装替えをしたくて、本当は曲中でやりたかったんですけど、ちょっといい感じのタイミングがちょっと、ね、思いつかなかったので、やります。やります。やばい、これ私どうしよう。これどうしたらいい？あ、オッケー。もう一度。じゃあ行きます。せーの、はい。マイカさんの衣装替えまで。3、2、1。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんな感じで紹介を行いましたということで、はい、次に、あ、次にじゃない、間違えました。はい、次の曲に行きたいと思います。皆さんぜひ盛り上がってください。シャート、やばい。
22日に行われます、ユニステージミニの第2部の方で恋のモノポリーの3期生がお披露目になります。イエーイ。あ、今日もたくさん練習頑張ってて本当に素敵なメンバーが入ってきてくれましたので、ぜひ恋のモノポリーの3期生子さんになっていただくべく、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。イエーイ。予選突破ということ、予選突破を記念してサークルファンディングを行わせていただいております。こういうモノポリ初のアクリルスタンドを販売しておりますので、ぜひそちらの方も手に入れてください。よろしくお願いします。それでは次が最後の曲になります。はい、では聴いてください。アイドル教室でスカイオブドリームズ。やばーい。